はい、今回は女流名人戦リーグの第5ラウンドから、ニューエイコ四段対シャイミン7段の碁を見ていきたいと思います。はい、シャさんの事前解説をもとに、見ていきたいと思います。はい。シャさんの白番ですね。はい、ここはツケ2段で、無難に収まりました。はい、このツケ下がりは、去年の名人戦最終予選で趙治勲先生にツケ下がりを打たれてちょっと困ったので打ってみましたと。はい、シャーさんですね。うん、まあ黒もこの場合伸びてもあれですね、あのここ石が待ってますんでこちらとかにね展開されてしまいますから、まあ黒も開きは普通でしょうかね。からね、戦いとなりましたね。うん、はい、この肩つきもね結構こちらに目が行きそうですけど柔軟ですね。はい、この辺りはねちょっと、うん、まあ黒もまあ、隅から抑えるのもねありそうですけどね。はい、ここでね手を抜いたのがびっくりでしたね。うん、何か当然二間開きとかね入れてくれる石かなと思ったんですけど、うん、ここはすごいですね。うん、手を抜いてからねこうやってつけてさばくっていうね、うん、ニューさんの強いところですね。うん、この石を捨て石にして、うん、結構見事にねさばいた感じです。うん、割り込みもね力強いですね。うん、分断しながら、白もここで渡るのが辛くてね、うん、まあ、ここ破られてましたけど、うん、ここ羽からねこう出てる形もすごくてね、うん、うん、この石も綺麗に収まって、はい、まあ、ここまでねシャーさんもねここまでの進行ははっきり悪いと思いましたと。うん、実戦はツケからこうしていたんですけどコスミツケから打たれたら切られていたかもと、はい、いうことですね。こうやったらこう、うん、やってまあ二段バネとかもありますかね、うん、切るとかもあるかもしれませんけど、まあ、切られていたかもということです。なんとかね先手でしのいでこちらにね打って一気に細かくなったと。うん、この羽継ぎに回って勝負になったかなと。うん、だいぶね白が、うん、追い上げましたよね。黒があんまり、うん、地が増えてるとこがないというかね、うん、うん、で途中ここのぶつかりがねおそらく失着でねぶつかりに対してコスミでねこの石取られてしまったんですよね。うん、
なので、ここでね、はっきり白が良くなったかなというところでしたね。はい。シャアさんはね、苦しい碁を、耐えてね、勝利したかなと思います。はい。じゃあ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは、失礼します。